秋田県男鹿市に本社を置く株式会社清水組です。創業明治38年、ベテランだけでなく女性や若者もどんどん活躍している伸び盛りの老舗企業です。以前は営業だったんですけども、求人を探していたところ、求人票の業務事項欄に鯉の餌やりがあったので興味を持ち、会社見学に参加したところ、その際に社員と社長の関係性がいいなと思ったので、この会社に入りました。0から100まで建物が建っていくのが、まあ、目に見えてすごくやりがいが感じます。普段は見守ってくれているんですけれども、困った時とかは、自分が聞きやすい環境であったり、上司の人が教えてくれたりっていうのは信頼関係ができていて、いい職場だと思います。橋の耐震補強工事や経年劣化した防波堤を修繕する工事や、多数の小さい田んぼを大きい一つの田んぼに改良する工事など、様々な管理を行っています。現場に来てくれる職人さんの配置をしたり、作ったものの写真を撮ったり、寸法を測ったり、あとはいろんな書類を作ったりしています。当社では他の建設会社がやっているような道路を作ったり、橋を作ったり、川の工事をしたり、建物を建てたりというようなことは全てやるんですが、他にも海工事を得意としています。防波堤を作ったり、漁港を作ったり、まあ、テトラポットを作ってテトラポットを置いてきたりとか、そういったのを得意としています。なので他の会社よりもより広く建設業を楽しめると思います。休みの日は、春は釣り、夏は海に潜り、秋はキノコを採り、冬は釣りをして、アクティブな趣味を年間を通してやっています。デスクワークはあるんですけれども、新緑や紅葉、現場に出ると、肌に感じることができるので、一日中デスクワークができないなっていう人はこの業界おすすめだと思います。ぜひいかがでしょうか。この会社は専門知識や経験がなくても大丈夫なので、チャレンジ精神が旺盛な人待ってます。